後輩くん、お疲れ様。何やってんの課題えらいね。<laughs> あ？このレポート、え、昨日までじゃない <laughs> 過ぎたんだ。へえー。なんで忙しかったなんとなくって。なんとなく締め切り過ぎちゃったの悪い子ですこと。 しかもまだ2行 2> このレポート何千文字1600全然進んでないやばいじゃんまだ40文字ぐらいじゃないさっき先長いねじゃあ私帰るからえだって特にやることないもん予算くれないし課題終わってるしん 暇だったら見ててくれませんかって監視ってことうーんそれは何後輩が先輩に頼んでるの彼女にねじゃあいいようーん後輩としてのお願いだったらそこまでしてあげる義理はないかなーって思うけど彼女にお願いしたいって言うんだったら ねいとしの年下彼氏くんの言うことは聞いてあげたいじゃないで私何したらいいの見守ってるだけでいいの暇なんだけどあじゃあさあと30分で終わらせてうん30分 だってしょうんうん資料揃ってんでしょまとめるだけじゃんこのレポートクソ簡単なやつだし私も去年やった30分で終わらせてでちゃんと私の言った通り30分以内に終わらせたらいいことがあるかもね <laughs> ご褒美の流れじゃんってなんでやるべきことやってるだけでご褒美なんてそんなのずるでしょいいことはうーんまそれも終わってからのお楽しみってことで <laughs> 頑張って なに音おうん。どれどれ見せてごらん、うん、うん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 、うん、いいじゃん出したいでうん、ここで待ってるあ 帰りに購買でココア買ってきて紙パックのやつうん待ってるねおかえり出してきたうんめらいおココアも買ってきたうんめらいじゃあ頑張った後輩君 彼氏君には私にしてほしいことをおねだりする権利をあげよう <laughs> そうおねだりする権利ちなみに今使わないともうなくなる <laughs> さっきも言ったでしょ課題頑張っただけ自分でやるべきことやっただけでご褒美私からあげちゃったらさそんなのはちょっと違うから 私に何かこれをしてほしいっていうおねだりをする権利をあげるいつもだったら聞かないことも聞いてくれるかもしれないまあそれも君次第だけどどう言えないって何であもしかしてなんか人に言えないようなこと想像した <laughs> 何でもいいよ私たち付き合ってるじゃん彼女でしか聞けないお願い事とかもあると思うんですけど <laughs> ほら私に何してほしいの正直に言ってごらんちゃんと言えたら。 めっちゃいいご褒美が待ってるかもよ君のお願いの仕方次第だけど <laughs> いいよ言ってうんえもう一回言って ご飯作ってほしいえ本当にそれでいいの私何でもするよじゃあそれでいいけど <laughs> なんか可愛い,いね本当にうん <laughs> 何でもないちょっと期待した私がバカみたいじゃんうんうん、うん、じゃあ買い物行こっか 何食べたいロールキャベツ <laughs> このあったかくなってきた季節にいやまぁ、あ、いつ食べても美味しいんだけどさいいようんじゃはいてお手手つないで買い物行こあ次はちゃんと早めに課題すること 分かったならオッケー。まあ、そういう可愛いところも好きだけどね。